なんだよ。え、何言ってる。言ってない、本当に。レストはあれか、見えないのか、アングル的に。後で動かす。後でから。来てから全体映して。あ、いいですか。お願いします。ありがとうございます。大丈夫、来てるやつ。ははははは。あと1分ですね。あと1分です。はははは。は。しっこしればよかった。ほんまにニャニャニャって可愛いね。え、中田猫さん。ニャ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 。どうもこんばんは、リュウジュさんも、中田猫さんもありがとうございます。ありがとうございます。こんばんは。まもなく始まります。はい。30秒。はい、20秒目です。お、よかったね。ありがとうございます。昨日でした。中田敏子さんですかね。中田さん、どうもこんばんは。10秒前です。始まる ?3、2、1。あ。FEC チューンド 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 FEC チューンドはい、どうもクーター進化です。よろしくお願いします。はい、どうもこんばんは。よろしくお願いします。こんばんは。いや、もうね、急に肌寒くなってね。そうだね。もうなんかもう秋も到来だなと思ったんですけどね。本当にね、季節の変わり目だからさ、うん、体調には気をつけたいなと思うんですけどね。本当この時期風邪ひく人とか多いですからね。あ、本当によ。ね、気をつけてほしい。俺もね、今日ちょっと体調悪くてね。マジでな。風邪じゃないかなって思うことがあって。本当に鼻がね、朝起きた時からずっと鼻水が出るわけよ。マジな。ああ、ガンじゃないか。ガンではないんじゃないか。大丈夫かお前。ガンではないんじゃないかな。ガンじゃないの。ガンではないと思うけど。本当に、あ、うん、俺もよ、今日よ、風邪かなと思ったのがあったんだけど。ああ、なんで。俺朝アラーム設定してたのに、うん、アラームが鳴っても俺起きれなかったわけよ。ああ、風邪だな。風邪かな。それ風邪かな。アラーム鳴っても気づかないで寝過ごすっても完全に風邪でしょ。まあまあまあ、疲れとかあるんだろうな。怖いよ本当に。あとさ、俺今日ずっと喉が痛いわけよ。マジで。うん、ガンじゃないかな。ガンじゃないんじゃないかな。大丈夫かよ。ガンではないと思うけどね。本当に本当にラジオやってる場合だよ。ラジオやってる場合だよ。気をつけてよ。大丈夫だから、うんうん、いや、俺もよ、今日ちょっと風邪かなと思ったのがよ、うん、学校行こうと思ったら原付の鍵なくしてからよ、うん、あれどこに置いたっけって、もう物忘れ激しくてからよ、うん、結局1時間ぐらいかかって探すの、うん、学校また遅刻してよ。いや、先週から合わせて俺3週3日間連続で俺遅刻してるから。3日連続風邪だな。風邪ではないんじゃないかな。物忘れ激しい人じゃない、ただの。早くも風邪直したいなと思ってよ。本当に。あ、俺もさ、今日ずっと一日中だるいわけよ。だるいわ。うん。ガンだろ。ガンじゃないよ。ええ。ガンってなんだばい。早期発見やれよ、お前。ガンじゃないってばい。ええ、お願いだからステージ1で見つけて。何言ってるばい。手遅れ、手遅れだよ、ステージ3、4。知らん。本当に。知らんからガンの詳しい。いや、もう俺も風邪だなと思ったんだけどよ。うん。開けっぱなしの蛇口をちゃんと閉めようと思ったよ。うん。明日にはそれを俺直そうと 思います。お前まず風の前に人間性直せ。クーター進化の集まれワッター進化。はい、こんばんは。こんばんは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。クーター進化です。はい、早くもツイキャスコメント番内来てますよ。そうですよ。ありがとうございますね。いろいろ来てますよ。愛知県のユーミーさん、はい、こんばんは。こんばんは。ハッピーハロウィンということで。ハロウィンですね。ハロウィンですね、今日ね。今日ハロウィン。ありがとうございますね。見た？仮装とか結構してるの、はい、仮装とかしてたね。国際通り、あれちびっ子たちがたくさん歩いてたよ。あ、本当に仮装して。あ、びっくりしましたよ。仮装するんだったらどんな仮装してみたいな。そうだな、やっぱり亡くなった時ってことでしょ。その仮装じゃないよ、違う違う。やっぱりいろんなね、仮装だったらもう決まってるから、ね、ありますけど、燃やされるだけだから、仏教徒だからやっぱ仮装かなって知らんよ、何の話してるの。彫装なんてものがありますよ。彫装って何。亡くなった人の遺体を、うん、草原に放して、うん、鳥が食べるんですよ、つついて。あ、
鳥の腸層？そう、あのこれも、うん、わざと食べさせるんですよ。へー、腸層、あのね、その国、腸層をやってる国の、うん、このなんていうか、考えというかね、宗教的な考えで、うん、鳥は天空の使者。なるほどね。だから、食べてもらって鳥に食べてもらうことで、ちゃんと天国に行ける、連れてってもらうっていうね。はい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 、絶対嫌ですけどね。鳥に食われるのは惨めですけどね。いろいろあるみたいです。はい、まあまあ、その仮想の話じゃないか。あなたどんな埋葬？埋葬の話じゃないか。埋葬じゃないです。違う違う。仮想の。どういうコスチュームを着たいかって話だから。俺でもさ、仮想で俺思うのがさ、うん、もう晩年、うん、あれじゃないですか、なんかもうどんなのでもアリになってない。ああ、わかるわかるわかる。ピコ太郎の仮装とかやって。見た見た見た。あのさ、うん、ハロウィンじゃないですか。コスプレ大会さ、そんなの。ペンとかね、ね、リンゴとかね、ジャッコーランタンと何ドラキュラ、フランケンシュタイン、ミイラとかね、ミイラとかさ、魔女とか、あんでね、だからそれこそそんなのがハロウィンであって、いやいやいや、なんねん、あのあれとか、ね、あのセーラー服の人とかいたから。なんだばって話ですよ。いろいろあるみたい。ただの頭おかしい人ですよ。マジでハロウィンっていうのに、やめれ、ハロウィンをいいように利用して自分のこの性癖をさらけ出してるだけですよ。でも可愛いでしょみたいなの。パリピなんて、ね、パリピ、チャタンの美浜のさ、本当に見に行ったよ、ね、本当独特ですよ、うん、いろいろありますけどね。まあまあまあ、そんな感じ で、あのね、はいはい、風、今週の漫才のテーマ風。そうそう、漫才、今週は風っていうテーマでやります、はい、まあ先週のワッター進化終わりで俺本当に大風邪を引いてしまった。やばいかったみたいですよ。未だにタンが絡んでるんですよ。きついね。まあまあまあ、でもだいぶ回復してね、うん、今日も舞台こなしましたけどね、うちら。そうですね、うちら、沖縄花月の方で吉本さんでね、はい、ライブをやってね、ゲストで、もう本当にたくさんのお客さんの前で、本当にね、そうですよ、10名ぐらいね、10名ぐらい、少ないよ、たくさんのお客さんの前でネタできて、本当に光栄だったな。少ないよって言ったら失礼だけど。まあまあまあ。今日はいよ、ゲストを呼んでます。今日はあれですよ、なりきりじゃない。なりきり、今日はね、だからコーナーね、毎週3つやってるんですけど、うん、今日はちょっと2つお休みして、はい、ゲストも招いて、そうですね、お送りしたいなと、うん、まあね、最初らへんにさ、この番組が始まったぐらいの時に俺言ったと思うんですけど、うん、まあ俺たちも学生、学生、大学生だから、うん、こうなんか大学生で、そうそうそう、盛り上げていけたらなと、うん、この番組をね、番組放送から約4ヶ月、4ヶ月経ちましたね。ようやくこの僕のね、構想が、あ、現実的になりそうです。あ、今日はですね、ちょっと匂わせてますよ。はい、もう言っていいんですか。いや、いいんじゃないですか。あ、言いましょうか。沖縄大学から学生さんをですね、いいですね、2名ほど、2名、皆さん3人ですね、はい、決して有名人ではありませんよ。本当に誰かなってみんな楽しみにしてます。ただの学生ですからね。俺ら以上に普通の人間が来るので。来ますけど、まあまあ、でもね、なんか学生ならではというかね、そう、それ学生でしかできないような内容 で、ね、まあ、お送りできたらなと思います。まあまあ、趣旨というか思たる話は、来たる土日、はいはいはい、沖縄大学沖大祭っていうのがあるみたいでね。あるみたいです。そちらのお話とかね、いろいろ、まあ学園祭、大学の学園祭って、うん、意外とクオリティが高いでしょ。すごいよね。だからなんか結構な祭り、まあ、まあまあの、だお祭りなんですよ、うん、まさに俺は本当にすごいものだと思ってるので、うん、意外とその学園祭の裏側とか、どういう取り組みをしてるかとかってね、聞いてみたいですね。あんまりわからないでしょ。あ、実際のところ俺もわからないわけ。そうそう、まあ、実行委員とかやってないとね。ねえ、だからないとこだと思う。そういうのを話できるのはやっぱり学生であり、はいはいはい、携わってる学生さんが一番だと思うので、思いますんで、ちょっとね、いろいろ裏側というかね、はいはいはい、この大学園祭、まず沖大、そうですね、沖大祭についてね、話を聞きたいと思いますので、うん、皆さん楽しみにしておいてください、ね、楽しみにしておいてください、ね、確実にでも面白い内容にはなりますので、はい、よろしくお願いします。お願いします。では CM を挟んでゲストさん呼びます。じゃあ行きましょう。 CM、クーター進化の集まれワッター進化。
集まれワッター進化。はい、うん、はい、うん、はい、はい、はい、よろしくお願いします。ね、もうそうですよ。そうですね、すげえ人多いとか見えてる方はいると思いますけど、ワンサが来た人数多いなとかねそうなんですよ、うん、FM 機能は広いですよ。多いね、人、皆さんの思ってる以上に広いですからね。いやでも結構ぎゅうぎゅうだよ。ぎゅうぎゅうですよ。帰ろうかな俺ねえお疲れ様でした。お疲れ様でした。帰らせない。まあまあまあ、今日はゲストにお三方来ていただいてます、一、はい、人ずつじゃあ自己紹介よろしくお願いします。お願いします。大丈夫ですか、もうやって。いいですよありがとうございます。はい、よろしく。沖縄大学の法系学科、はい、うん、池原健人です。ああ、健人くん、健人くん、はい、お願いします。お願いします。楽しませていただきます、はい、今日は楽しんで。はい、はい、沖縄大学の国際コミュニケーション学科2年次の滝の花優也と言います。優也くん、はい、よろしくお願いしますね。よろしくお願いします。お願いします。はい、池原健人君と同じ法系学科、はい、2年次の照屋和樹です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。今日はね、この大学生5人でまあ初めての試みですよね。こんなにいますかね。3大学揃ったわけですからまあそう、留大、沖国、沖大ということで、すごいすごいすごい、いいですね。すごい、まあ、交流会だね。あとはキリタンとキリ学がねそうなの。いればもう他にもあると思うけど、フルではないと思いますけど、ね、フルメンバーだと思うんですけどお願いします。はい、よろしくお願いしますね。よろしくお願いします。お願いします。ね、結構いろんな声がヘッドホンから入ってる、ね、自分も初めてびっくりする、これはすごいなミュージシャンがゲストの時のラジオ番組みたいなのでね、いろいろね、柿の花くんと、柿の花くん、池原健人くんと、はい、和樹くん、はい、照屋和樹くんということで、はい、沖大生3名ということで、はいはい、今日はだからね、土曜日と日曜日にね、11月の5日6日に行われる沖大祭の話をしに来てくれたんですよ。先生、本当ありがとうございます。はい、和樹くんが、はい、あれなんだよね、実行委員長。そうですね、はい、務めさせていただいております。2年生にして実行委員長ですよいやいや、もう本当ありがとうございます、ね、はい、ちょっとね、だから沖大祭はなんかどういう取り組みをやってるのかっていうのと、なんか内容とかを知りたいので、うん、ああなるほど、教えてください。はい、もうぜひ、じゃあ、はい、沖大祭に向けての取り組み、はい、ですね、まあ一応今年から去年に比べてちょっと実行委員も、はい、1,2 年生が主体ということで、ほうほうほう、ちょっと新たな試みというか、例年にない沖大祭を作り上げていこうということで、いいですね。はい、例年にないような取り組みをいろいろしてるんですけど、はいはいはい、まあ一応一つ例を挙げると、うん、ツイッターを使ってで、はい、沖大祭カウントダウンっていう、うんうんうん、ですね、沖大祭までカウントダウンをするっていう、はい、まあ、企画をしてまして、一日一日その沖縄大学生であったり、おうおう、まあ、教職員などを、はい、まあ、紹介するっていう、はいはい、広報活動を行っていて、はい、結構いろいろ、はいはい、いい評価を受けて、そうなの、はい、なんか時々なんかツイッターとかで回ってきたりとか見ますね、見かけますよね、はいはいはい、そうですね、今そういうのをやったりとかはい、はい、いろいろしております。和樹さん、はい、眼差しが熱いですね。熱いすごいから、すごいです。いやいやいや、彼イケメンですね。いや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 、イケメンですね。ありがとうございます。彼女はいる、彼女はいます。おうわー、よし、ありがとうございます。残念、はい、残念、残念、毒性、あー、2個上です、2個、あ、2個上、はいはい、はい、バイトが一緒、バイト、いいよ、もう彼女後で、後で個人的に、後で個人的に、そうそう、掘り下げるとこ、沖大祭の話ですから、沖大祭の話で、この彼女なんだけど、ねえ、そこでまたね脱線、戻すね、脱線勝利脱線勝利って呼ぶ、脱線勝利だよ、何だっけ、それお願いします。沖大祭の話ですからね、はい、沖大祭の話、ツイッターで、ツイッターはでもなんか今、いわばね、若者のツールだからね、うんうんうん、とてもなんかいい手段だなとは思うんですが、ありがとうございます、うん、なんかね、はい、だからこの取り組み、まあツイッターの取り組みとかもあるけど、うんうんうん、まあなんか毎回俺学園祭に対して思うのがね、うん、ゲストがすごいじゃないですか。あ、ゲスト、ゲスト、メインとかね、大きいステージとかで立つ、うん、うん、こういうのもやり取りももう学生で、そうですね、基本も学生がアポっていうか、そういう出てくれませんかっていう出演依頼をしたりだとかも、あ、ね、まあ、基本そうですね、学生がやるっていう、誰が出たりするとか言っていいんですか。いいですか、はい、ありがとうございます。じゃあ今回ですね、一応沖大祭メインで、うん、D51 さん、おー、ありがとうございます。すごいよねこれね、はい、D51 さんを迎えて、はいはいはい、あとはですね、あとアンリさん、はいはい、アンリさん、アンリ、はい、アンリさんね、家島出身の、アンリさんは同級生ですよね。そうですね、そうですね、同級生、自分たちの同級生、はいはいはい、高校だったみたいな。あ、そう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 、家島出身の、なんか今ドラマの主題歌とかもね、そうそうそう、全国区で、ナルトとかも今主題歌歌ってる、マジで、うん、すごいです。あのナルト、あのナルト、あの渦巻きのやつ、噂の渦巻き、あれですよ、あの忍者、
あ、忍者え、噂なってんのちょっとケント君がねさすが仕掛けてきた、さすが大学生っていいですよ、いいですよ、悪くないです、どんどん行きます。 D51 とアンリーさんと、はい、あとはあのナルトは違う、私下地勇さん、あ、はいはいはい、これね、そうですね、宮古島の、はい、で今回下地勇さんだけじゃなくて、あの下地勇さんが所属してバンドの先島ミーティングっていうバンドで出てくれる、知ってます、知ってます、はい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 、あ、でもね、なんかなんかあのこう大学生目線ではないというか、なんかこの下地勇さんそうですよね、呼ぶ具合がなんか渋い、はい、でもそこが沖縄大学だけの、ね、特徴というか、やっぱあの沖大祭なんですけど、結構あの地域住民の方たちが参加してくれるんですよ、はい、これはなんかいいですね、はい、ね、なのでそういったターゲット層も幅広く、うん、はい、そうだよね、広めて、自分でアポ取ったんですよね、そうですね、はい、はー、みんなで実行員で協力して、何 D51 の人と喋ったってことですか、あー、まあ、直接はまだ喋ってはいないんですけど、すでにマネージャーさんとか、ね、はい、連絡先とかも自分たちで探し出してっていう形で、うん、はい、探し出して、探し出してです、ね、うん、すごい、はい、これ今情報社会ですから、はいはい、ネットとかにあったらもうすぐ、ね、逆を言えばとっても危険な世の中ってことわかりますね、まあまあそうですね、気をつけてくれるんです皆さんね、はいはいはい、だからね、この大学生学園祭ね、こういう取り組みがいろいろ裏であって、うん、すげえ、運営もだから学生っていうか、そうですね、運営も全部、そういうのもなんかとっても大変なんだろうなと思うんですけど、なんか苦労したこととか、まだでもね、あの本番ではないけども、はいはいはい、今実際ちょっと大変だなと思うこととかもあったりしますか？そうですね、かきぴーどんなある？ある？実行委員でですか、はい、いやー、自分が一応ステージを担当させてもらってるので、はいはい、ステージ、はい、いろいろ大変ですね、大変ですか、はい、ステージ、例えば例えば、まあ、うん、アーティストさんから、はいはい、まあ、いろいろ要求がありますし、あ、はい、これ用意しとけとか、はい、まあ本人にはいないんですけれどもね、はい、まあ、なるべくできるだけ言えるみたいな、今の場だから言える、はいはい、まあまあ、なんかさ、まあまあまあ学園祭演者ね、ステージの演者っていうのももちろんだけど、うん、こうなんか出店とかもういろいろ、はいはいはい、あると思うんですけど、はいはいはい、なんかそこら辺のなんか把握、把握、教室を借りて何かをやったりとかするじゃないですか、はいはいはい、そういうそちらの把握とかも相当大変なんだろうなと思って、ね、そうですね、そうですね、結構あの出演団体も今回結構多くて、うん、あの学内からの団体も多くて、はいはい、まあ、一応あの募集をまずかけるんですよ、なるほどね、はい、で募集をかけて、うん、まず数を調整して、うんうん、でそれぞれあの使いたい教室はどこが使いたいとかっていうのをみんなに聞いて、うん、そこからどんどん割り振っていくんですけど、うん、今回なんかスムーズにその使用教室とかも全部決まっていって、なるほど、なかなか被らなかったんですよ、この、うん、はい、なんで調整とかも結構あの慎重にスムーズにどんどんできて、いいね、はい、できたんで今回は正直そういったなんですか、混み合ってるっていうのはなかなかなかったですね、はい、だからやりやすかった、はいはい、いいです ね、 すごいですね、この沖縄大学の学園祭なんかタイムテーブルとかもあるんですか？あります、あります、はいはいはい、これもはまだ発表はしてない、タイムテーブルは一応ツイッターとかでは発表はしてるんですけど、あ、ね、はいはいはい、あ、中田猫さんがホストクラブありますかって、ホストクラブ今からやっちゃおうからでもさ、はいはいはい、でもなんか思うけど、うん、いろんなジャンルのお店やってるよね、うん、このだから売店だけじゃなくて、うちら沖だ、沖国際だとなんかお化け屋敷みたいなのやってたかな、お化け屋敷は、おいいです、雄大祭もお化け屋敷、やっぱなんか、はいはい、やってます、いろんななんかね、やりますよね、うん、なんか他になんかこう、なんか珍しいではないですけど、あ、沖縄大学だけみたいな、沖縄大学の中にあの子ども文化学科っていう学科があるんですけど、ね、はいはいはい、で、あの先生をあの目指す、うん、あの学生さんたちが行く学科になるんですけど、沖大小中って言って、うん、そのさっきも言ったように地域住民の方たちが、うん、あの参加が多いんですけど、はいはい、結構あの小さい子どもたちの参加も多いんですよ、はいはい、でその小さい子どもたちのためにその学生が、子ども文化学科の学生たちが、うんうん、その子どもたちに向けて授業をするっていう、うん、模擬授業をするっていうような、面白そう、やつです、沖大小中っていう、はい、それは多分沖縄大学だけの取り組みなのかなっていう、やっぱりなんか各大学の良さもありつつ、うん、だからこう学生だけじゃないさね、うん、この、うん、視点というかね、うん、目線がね、はいはいはい、これだやっぱりなんか地域の人も巻き込もうっていう姿勢はとっても素晴らしいなと、すごいですね、みんなで楽しもうっていうことで、いいですね、とってもね、これをじゃあちょっと詳細を、詳細はまたじゃあツイッター等で、そうですね、アカウント名もじゃあ、はい、いいですか、教えてもらって、ありがとうございます、ツイッターで、はいはい、アット沖大祭、あ、
もうシンプルにアット沖大祭、沖大祭、そうですね、はい、アットマーク沖大祭、文字のそうですね、はい、そうすればツイッターで探せると思うので、はい、ぜひフォローのほどよろしくお願いします。ご覧の方とかね、お近くですよという方とか、ぜひともちょっとチェックしてみてくださいね。はい、お願いします。自分家めっちゃ近いんですよ、沖大。おー、あ、じゃあ参加してくれ、参加してくれ。そうですね、ホストクラブじゃ。おおいいね、全然そういうタチじゃないのに一番なんかそういうのに疎い君が和樹さんと。おーけ、ケントもケントもいいね、今の雑誌で。じゃあもうケントもケントもやっちゃいますか。やっちゃいますか。ホスト、この5人でやりましょう。この5人でホストクラブやるんで、いつかもいい子で。はい、中田猫さん絶対来てください。お願いします。お願いします。素敵キラキラ。まあまあまあ。ね、まあまた後ほどね、いろいろとお話聞きたいと思うんですけど、はい、ちょっとなんかね、やっぱり沖大祭だけね、沖大祭の話だけじゃなくて、うん、こうなんかちょっとしたパーソナルな部分ではないですけどね。そうですね。プライベート等もね。聞いていきたい、ちょっと掘り下げていきたい。だからさっきのね、あのカズキ、カズキのさ、うんうん、彼女の話とか、あ、ここで聞いちゃう、気になる、なるほどね、もあるし、はいはいはい、まあもう二人いるので、そうね、ちょっとなんかカキピー今、うん、あの貯めてるから、カキピー、そう、さっきからちょっと口数少ないけど、カキピーはね、カキピーはメインステージで苦労してるから、その疲れかなと思いきや貯めてる、貯めてる、実は今貯めてるから。お、じゃあそうそうそう、カキピーはさっきね、だから番組前にちらっと打ち合わせで聞いたんだけど、はいはい、何、沖縄から北海道、あ、はいはいはい、その話をちょっと聞きたいんですけど、沖縄から北海道、はい、沖縄から北海道っていうキーワードだけを残してそう、食べてる、気になる、そうそうそう、すごく気になる、ね、彼は沖縄から北海道ってだけをね、うん、まあ、何なのかな、これが何ですか、この話をちょっとね聞きたいんですけど、はい、これは次回まで貯めようと思ってたんですけど、今がいいですか、長くなるわ、はい、今さんもう出さない、間があるいやいや、お聞かせください、話を、はい、あ、実はですね、うん、自分夏休みに、沖縄から北海道まで、あのバイクで一人旅を行かせていただいて、うん、バイクで、はい、バイクで水上は150cc なんですけど、はい、バイクで、すごいよね、沖縄からってことは、え、どれぐらいで期間でやったの。もう夏休みいっぱい使いましたね、全部、はい、実際何成功したの。行ってきましたよ、北海道。おー、すごい、はい、これはなんかすごいね、武勇伝だよ、すごい、無事に、うん、無事に帰ってきましたよ。いやいや、もうやる意味はないけど相当力にはなったんだよ、一人で行ったの。一人でしょ。一人でですね。一人で、はい、すごいな。こういう感じ、こういう感じ。左からあ、太平洋側から。太平洋側から、内側ってことね。結構ジグザグに行きましたね。あま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 あ、まあ、すごい。いや、でもいい、楽しそうですね。バイクでか。え、何、あの沖縄、まあ当然沖縄から鹿児島までは、まあフェリーで。あ、フェリーか、それでも、はい、はいはいはい、フェリーにバイクも乗っけて、うん、そうですね、バイクで。なんかハプニングとかありました。ハプニングはですね、うん、一番やってしまったのが、はい、自分広島で大阪の人と友達になったんですよね、はいはいはい、で大阪行った際に、あの立ち飲み屋に連れてってもらって、うん、あのなぜかそこからの記憶がないという、はい、学生、学生、怖い怖い、あるあるですね。いいね。そっかそっか、面白いね、はい、そうですね。これ横断したってことは、北海道からは、北海道からまた大阪まで戻ったんですよね、うん、フェリー乗るために。はいはいはい、はいはい、大阪まで戻ったんだ、まあ、バイクで、はい、めっちゃ長距離すごい。でもこいつ一応旅行旅するだけじゃなくて、うん、この各一応実行委員、実行委員で、はい、そうだよね。そう、だから夏休み期間って正直実行委員からしたらめっちゃ大変な時期だよね。そうそうそう、実際ね、本当に、ね、聞いて、こいつ一応さっきステージって言ったけど、こいつ一応こう見えて副実行委員長だわけ。そう、あ、行っちゃったね。だから要は副実行委員長が夏休み期間中いないみたいな。うわ、で俺はこいつに、あの夏休み期間サボってはいけないということでミッションをあげたわけです。おお、そしたらこいつ、あの、うん、沖縄大学って緑のユニフォームがあるんだけど、うん、ジップがつけるやつ、はいはいはい、それをつけて各大学回ってるわけよ。おお、各大学回って各大学のその学祭だとか、ね、そういう実行委員の運営の仕方だとかっていうのを全部正式メモして、これはとってもすごい、これは本当に意味のあるそうそうそうことをやってくれて、ただ行っただけだ。緑のユニフォームつけて各大学に乗り込んでいくっていう、ものすごい、なんかすごいですね、ねえ、これ
あのどんどん楽しみになってくるね。来年龍大祭やるんで、もう一回北海道までお願いします。龍大祭でですか？龍大祭をうまく運営するためにちょっと考えさせて。今メモったやつだけでいいだろ。来年に生かせばいいだろ。じゃあ後でコピーしてあげるね。ありがとうございます。いやありがとうございますね。いやなかなか面白い話、はい、あります。すごい、またね時間ありますので、はい、ここで一曲お送りしていきましょうか。また CM 挟んで、はい、次の話したいと思いますのでよろしくお願いします。お願いします。曲いきましょう。グリーンデーでステイハート。あ、これいけばよかったね。なくしたのは記憶だけって面白い。中田猫さんね、グリーンデー好きです。グリーンデー好きだから。この人いいっすよね。初めて聞く。もっとめっちゃいいっす。この人いいっすよね。この人いいっすよね。いいっすよね。そうなんだ。きたー。逆にあ、お前イヤホンちょっと俺の時用意されたんだよ。あれ、うん、一緒に使う。楽しみの方が、はい、いいよいいよ。使っていい。こんな感じで2人でやってる。そうだね。楽しそうだ。あ、いい。あ、来てますね。もうちょい。OK。こうなるね。天才宣伝いいね。どうかとしちゃった。え、なんもないっす。なんかまあ、でも変わった。気にすることないんでしょ。あ、気にすることはないね。もう何するにしても。あ、でもこれはでも結構でかいよ。うん、おどおどしないで居酒屋行けるから。逆におどおどしてた。してたよ。めっちゃしてたよ。いつもおどおどしたの。前にこれあれだからさ。ちょちょ、だから FEC 入ってるからバレたら危ないから。ああ、そっか。だからでもなんか意外とでも警察は優しいみたいよ。ええー、そうなんだ。なんかバレてもあんまり怒らんみたいな。へえー、なんか飲酒運転とかは危ないはずだな。1回ぐらいはいいんじゃない。なんかあのだから1回ぐらいはいいんじゃない。飲んでるアルコール入ってる状態で道端でバッタリとかなって一応確認はされるけど、あんまりだ運転とかしないようにね、ぐらいで意外と済まされるって話を聞く。路上で死んでたわけよ。ああ、お前、うん、ああ、もしケース来て、うん、そりゃ来れば、うん、しゃ、うん、友達だからなんでね、居酒屋で行きはするけど、や行っただけでもね、なんか巻き込まれたりとか。ああ、まあそれはちょっと、うん、そこはちょっと死んだ。誰がケント死んだ。死んだんやってんわ。死んだもん。死んだ。噛み合ってない。何その噛み合って。嘘でしょ。大丈夫。二度ぐらい死んだ。いいね。グリーンデー好きだよ結構。グリーンデー。グリーンデーの T シャツ持ってた。グリーンデーの T シャツ持ってた。マジで？このマッティ。もらない。サイズ合わん。スモールサイズ。結構中学校ぐらいに来てた。そうだよ。中学校とかから知ってるんだ。ケント、エンディングは俺ケントなんでする。お願いしていいじゃん。エンディングっていうか、まあ、あれ、やるから、うん、期待しよう、うん。俺たちは大きくなった。ああ、OK、なんか次？次だね、CM。意外と時間を忘れて話してたやつ。結構楽しかった。危なかったです。実は言っていい？うん。この時俺めっちゃ欲しかった。これプレゼントもらって。嘘でしょ。新しいんでしょ。うん、買おうと思ってて。へえ、いいじゃん。うん、いなくから俺もこれ欲しかったんでさ。誕生日プレゼント。じゃあ彼女がこれもらった。あ、いい、これもいいじゃん。クーター進化の集まれワッター進化。あ、なんかこれがあれじゃない。 G ショックって感じ。まあまあ、でも G ショックっぽいけど俺四角いのが欲しかった。いいね。あ、いいね。結構シンプルです。結構シンプルプランしてます。これだったら、結構目立たない。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 あ、ステップ。あの人って。わかんないっすね。大学生。龍大。龍大。龍大。アメリカ誕生。ああ。
新潟の顔新潟で行った行った新潟で蹴って落としたなんで落としてくるかな。はい、10秒前です。はい、集まれ！ワッタ進化。はい、今日はね、ゲスト招いてますが、はいよ、コーナー一つだけやりますよ。やりましょう。はい、行きましょうか。じゃあどうぞ。あ、すごい。最初のコーナーは、はい、俺たちは大きくなった。はい、イエーイ。まあね、毎週ね、まあ、ゲストがいてもできるコーナーということ、そうですね、はい、まあ、お話をするコーナーね。そうですか。まあ、この趣旨もね、まあ、今年20歳を迎える僕たちが、はいはい、なんか今までの人生でね、俺たちも大きくなったなとか、大人になったなって感じるエピソードを紹介するコーナーなんですけどね。どうも。まあ、ゲストさんの話もゲストさんがいる回には聞いておりますので、はいはいはい、はい、それぞれ、じゃあそれぞれちょっとゲストさん聞かせていただいてもいいですか。大人になったエピソード。じゃあケント君から。あ、私から。ケント君から。ケント久しぶり。久しぶり。行きましょう。はい、どうぞ。そうですね、大きくなった話、うん、もう、はい、そうですね、二十歳になっても、はいはい、2ヶ月経つんですけど、うん、やっぱもうなるまではやっぱ酒とかお酒とかダメじゃないですか。ね、はい、ダメだけど、うん、親から飲め飲めって言われる時が、ああ大きくなったわ俺みたいな。なんか親とかは確かになんか早く飲みたいみたいな、子供だから、なんか冗談交じりでね勧めたりとか、確かにそれなんか感じるね。そう、俺2ヶ月ぐらいの時にお父さんに飲まされて、いやいやいや、なんでなんで大丈夫よ、ジンマシンがやばいな。いかんいかんいかん。俺2歳の誕生日で俺ビール瓶持ってる写真がおかしいおかしい。心配やすさ、なるほどね。だからそれは確かにね、大人になったなって感じますね。そう、親から勧められる、二十歳になって親と一気みたいな、ね、ああなるほどね。いざ二十歳になってそうやるっていうのは、まあ、うん、すごくきつい。あきついか。それはそうですよね。びっくりした、お酒ね。でもその時にやっぱ、うん、大人になったなみたいな。まあ確かにね、確か感じる、いいですね、お酒で感じることは多いんじゃないですか、ね、まあ間違いなく多いでしょう、ね、ね、ではじゃあ続いて、はい、柿ピー、あ、はい、大人になったエピソードあります？そうですね、やっぱり車を運転できるようになったっていうのはありますね、はい、やっぱりまあこれはねあるし、っていうかカキピバイクでね。あ、なるほどなるほど、行っちゃってるからさ。、はい、間違いなくこれはもう成長の証だよね。成長してきましたね、間違いなくね、はい、すごいね。なんかやっぱりいろんなことあったでしょ。そうですね、全部全部行くと、はい、なんかありますか、その記憶がないっていうのと。先ほどだからね、ペーターさんがさツイキャスで言ってたんですけど、なくしたのは記憶だけですか、なくしたのは記憶、本当に記憶だけですか。なるほど、いい、気になる。とても、はい、とてもいい振りをくれてたんですが、なんか他にエピソードありますか。そうですね、記憶と、あとその日に財布をなくしちゃったんですよね、うん、朝起きたら財布ないみたいな。結構きついそれ、ダメ人間ですよ。これいくら持って行ったんですか。これはですね、うん、もう予算が20万ぐらい。うわあ、やっぱでもそれぐらいは必要になるんだ。あ、まあ、財布自体にはそれほど入れてなかったんでよかったんですけど、うんうんうん、まあ、免許証や口座のカード、うん、待って待って、免許証ってことはバイクで移動してるさ。はい、どうするの。あ、もう自分もこれ自慢できること一つあるんですけど、うん、大阪から北海道まで無免で行ったっていう。じゃ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 、わあ、多分自分だけじゃないかな。じゃじゃ、これは一応放送ね、ギリギリギリ、ギリあるんですよ、警察が聞いてたら。あー、なるほど。ピーレッピーピー、はいはい、今のじゃオフでお願いします。財布無理だから、逮捕されること生だからすぐバレるから。なるほどなるほど、ちょっとね、まあまあまあ、でもいいですね、さすがの、さすがの大学生。自由、まあまあまあ、自由だね、本当に。帰りは気をつけてください。いや、本当に。ありがとうございます。免許ってだからなくしたんだよね。なくしましたね。どう、財布は見つかったの。財布も見つかってないんですよね。え、じゃあ免許証は今は。あ、そろそろ取りに行こうかなと。まだ無名。はい、帰ってきて、本当にダメだ、じゃあもう何も触ってないんだ。はい、運転もしてないってこと。まあ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 、そうですよね、うん、嘘でも入って、はい、言うべきですね。そうですね、はい、帰り送ろうね。閲覧者12名の中に警察がいたら大変なことになるので。いや、嘘ですよ、冗談ですからね。全部嘘、そんなわけない、冗談です、全部嘘です、全部嘘です、よろしくお願いします。クーター進化の集まり、ワッター進化じゃないですね。フィクションですからね。
コントです。そうコントしてました実は。そうですね、よろしくお願いしますね。ではじゃあカズキ、はい、お前になったなってエピソードありますか。俺俺ちょサッカーやってるんだけど、サッカー選手そう、一応そのなんか最近、うん、最近の悩みというか、はいはい、あって、多分これちょっと大人になったなというか思ったんだけど、はいはい、その筋肉痛ってあるさ。ありますよ。筋肉痛が、まあ、サッカーやるさ、はい、したら 2日後ぐらいに来るわけよ。あの後から来るって言うよね、大人になると。だからそれでちょっとなんか、あ俺もなんか年かなとか、はいはいはい、そしたら次の日来るのよ、ね、そう、そろそろ引退かなとか思ったりして。俺はもう最近バスケして、次の日風邪ひきもしてる。待って待って、それはやばいよ。やばいですよ。やばいけど、やばいけど、どんだけ疲れたもん。相当ですよ。筋肉痛とかではなく風邪、ウイルスに負けました。そうか、確かに筋肉痛遅れてくるとね、うん、大人になったなって。圧倒的に大人になるなエピソードですね。そうですね、年を置いてるって感じがすごい。そうそうそう。まあまあまあ、はいはい、ありますけど。そうですよね。なんと、はい、いいですか。もうゲストの大人エピソード終わっていいんですか。あ、まあまあまあいいですか。もう全然聞きたい。3名聞きましたよ。いや、まあ、ゲストも大事なんですけど、はいはい、みなとが、はい、昨日20歳になりました。ハッピーバースデー。ようやくね、あの大人の仲間入りですよ。そうですよ、やっとですよ。20歳になって、ええ、一番変わったことといえば、そうですね、やっぱりあの家族でだから初めて飲みましたよ。ああいいですね。やっぱルービーを飲んでね、ビールね、やっぱりなんか一段階上に行けたなって感じが。ワン、ね、ワンアップ感はありましたよ。めでたい、おめでた。いや、あのオープニングからツイキャスでいろいろありましたけど、うん、本当にありがとうございますね。本当にありがとうございます。なんとか港が20歳になりました。本当におめでとうございます。メッセージも来てますよ。本当ですか、うん、ラジオネームお笑い大好き高校生さん、はい、こんばんは、うん、港さんお誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。これからも勝利さんと頑張ってください、応援してます、はい、ありがとうございますね、本当にね、本当に。いや、もうだからまだ20歳じゃない人いるの、このメンバー。みんな20歳ですか。20歳ですね。みんな20歳ですか。末っ子ということで飲めますね、みんな。そうですよ、これじゃあ5人で続きは行きたい、行きたいです、飲み会で、ね、行きたい。明日一限なんで、すいません、僕は。いやいやいや。すごい冷静。10代10代ですね。いや、まあまあまあ、こんな感じでですね、毎週、うん、こんな感じで大人になったなというエピソード、うん、はいはいはい、いろんな人のエピソードを紹介してます。ラジオを聞いてくださってるリスナーさんとか、うん、ツイキャスをご覧になってる皆さんの大人になったなというエピソードもありましたら、うん、随時紹介してますので、ぜひ。気になる、ね、気になりますね。リュウジさんから一つ来てますよ。だからリュウジさん、はい、焼酎をおちょこでクイッと飲むようになった時かな。やっぱりなんかお酒のエピソードは多いね。うん、焼酎はまだ口にしたことないですね。焼酎自分もないですね。ないですか。あ、待って、なんで、結構、何がじゃあ好きなの、お酒。ちょっと教えてほしいです。ああ、やっぱ、あ、でも、先になってるから二十歳。そうだよね、なんか、そうそう、飲み会、先に、やっぱ、ね、先に飲める機会は増えてるんで、うん、みんなの好きなお酒をちょっと聞きたいです、今日は。うん、カルピスサワー。女子やし。かわいい。あ、いや、飲みたいけど、カルピスサワー。結構美味しいよね、あれ。です。じゃあカズキは？俺はあのスカイっていうあの青い瓶のやつ。ああ、コンビニとかでよく見るかも。そうそうそう、あれ瓶で飲んでない。そうそう、あれはもうめっちゃ美味しい。美味しいです。飲みやすいから、あれは飲むかな。初めて聞いた、うん。広島で飲んだんだよね。あ、自分大阪で飲みましたね。あ、大阪。で、何が美味しいの？大阪ですか。うん。あ、もうひたすらビールしか飲んでないんですけど。あ、ビールばっかり。ビール派か、はい。普段もビール。普段は一応日本酒とか青森とか、うんうん、あ、はい、あ、すげえ渋いね、大人っぽい、うん、飲めはしないんですけど、うん、あのやっぱ酔うために飲むじゃないですか。ああ、まあまあ、まあ、はいはい、確かにね、うちのあの先輩の伊佐尾名護部兄さんも、はいはい、お酒は嫌いだけど酔うのが好きっつって必ずあの度の高いビールを飲んでる。飲めないのに。オリオン X。 あ、ね、じゃあケントは。俺は結構お酒飲んだら必ず島に行くね。あー、やっぱ青森か。青森、あのさ、俺なんか FEC の先輩さ、うん、結構青森飲む先輩多いよ。みんな飲むね。だからなんか憧れなんだよ。あー、そうなんだ。こうなんかやりたいんだよ、自分も。あー、飲んでみたいなと思って、うん、綾乃さんは、はい、コアントローソーダ美味しいよって気になる。カクテル？なんかあんま聞いたことないですね。名前的美味しそうですね。ね、なか、はい、あ、いいです。中田猫さんはカシスソーダしか飲む。そうだ、かわいい。甘い、かわいい。みなと最初に飲んだお酒何？ビールでしたよ。ああ、ビールで行きました。ビールで行っちゃいました。ビールでした。なんか一杯目はビールみたいな。
あ, ありますね。これはやっぱそうなの、ね、そう、はい、いや俺カルピスサワーだ。いっぱい目から俺もスカイアス。えビールなんか、ね、味が全然わからない。そうそうそう、だ綾野さん言ってますけど、とりあえず生憧れるってことで、注文するときとかね、まあ、最初はみたいなね、とりあえず生みたいな、ね、サファーサファーストさん、はいはい、お酒は飲んでも飲まれるのは酔っ払いは人畜無害でお願いします。なるほどね、これはまあ気をつけないといけないですよね。リュウジさん、急にビールが美味しくなる瞬間があるから今は我慢して飲んどいて。確かにね、やっぱ飲んどいた方がいいんですね。慣れるまではなんか時間かかる感じする。なんか、うん、意外と飲めたんですよ俺。あ、本当に飲んで、一口飲んで、2歳から飲んでるから、2歳から飲んでるから、2歳ができたのって思ってるからね。でもなんかすごいね、半分飲んだあたりからだんだんんってなんかなるんだよ。 なったんですよ昨日。なんかお腹がいっぱいになるのかな、なんかわかんないけど、うん、まあ、急に美味しくなる時がある。まあ楽しみにちょっと飲んでみます。ありがとうございます。いいですね、はい、うん、まあリスナーさんのね、いろんなお酒のエピソードも聞けました、はいはいはい。また来週もぜひとも聞かせてください。お願いします。はい、以上俺たちは大きくなったでした。噛んでないです。噛んでないですよ、はい、じゃあ曲お願いします。オアシスでワンダーウォール。いいですね、お酒の流れ。そうですね、まあ好きです。私結構好きです。なんかあの名前長いの気になる。なんとかカクテル、なんとかカクテル、コアントロソーダ。コアントロ、なんか美味しそうだね。コアントロソーダ。帰り俺お酒買って帰るから。でも一人で家飲んだことある？まだないな。まだない。昨日なってないね。あ、でお家帰ってでもお母さんと梅酒飲んだ。あー、いいね。お酒屋から帰って。いいお母さん。梅酒。お母さんの可愛いのよ。お前結構俺のお母好きなの。好きなの、結構。よく会いに行ってた。みなと、みなと、みなと遊びに来てよって言ったけど、お母さんじゃない。お母さんじゃない。可愛い。あ、好きなの。でもなんかビールってなんか、味じゃなくてなんか喉で飲むみたいな。なんか喉越しで飲むみたいなことを聞いて。なるほどね。だからなんか味、舌で味わうんじゃなくてなんか喉で味わうみたいな。ビールの味どうなの？ビール、うん、めっちゃ気分悪い。ビールはでもなんか俺おじさんが言うのはなんかたまるって言ってたの。なんか、飲め、次に行けないからハイボールばっかり飲むって言ってた。ビールはもう痛風に気をつけてって感じ。あー、まあね。でもなんか県外行った時なんか沖縄の人と結構なんかお酒好きなイメージみたいな、なんか飲めるイメージ。ああ、それはあるはずね。そう、あれってなんかどうだろう、なんかだから沖縄だからなんか飲めるんでしょみたいな、めっちゃ勧められる。なるね。居酒屋でとりあえず久米線、シャコガンさん。とりあえず久米線。あ、だ泡盛もいろんな種類があるでしょ。いっぱいある、いっぱいある。なんか違いがわからないんだよ。昨日ちらっと飲んだ。飲みやすい、飲みにくいっていうのがあるらしいんだけど、自分がまだ分からない。全然分からないわ。泡盛の違いは分からないです。昨日もちらっと飲んだんですけどね。どうですかね、バドワイザー。なるほどね、バドワイザーも行ってみ飲んでみたいね。リュウジさん、泡盛屋で働いてたから、いや、聞かせてください今度、泡盛の話。全然欲しい、気になる。いや、泡盛は今聞かせてほしいですけどね。呼ぶ、呼ぶ、リュウジさんの青森。青森のストレートはひどいよ。ストレート、ロック、ロックも。ミニ、何割る島とか。島終わったの。何で割る人？何で割る、何で割る。ああ、俺でも昨日やったのは水割りもしたし、コーヒーも。コーヒーは結構うまい。なんかスカイで割ったらめっちゃ美味しいから。はいはい。そうスカイで割ったら結構飲みやすくなる。バンスさんから来てますけど、名護のビール工場のビール飲んでみ、悪魔的なうまさだよ。これ。やっぱ工場で飲むビールって。ああ、でも、自分ゼミのあれで行ったんですけど、違いますよ。全然違うの。あれね、やっぱ入れ方もうまいのかな。気になるね。はあ。あれは美味しいですよ。工場のビールはでも確かに気になる。でもあと昼から飲むのっていうのもあるから。いや、ありでしょうね。うまいね、バンスさん。ちょっと行ってみたいね、うん、これはちょっと興味ありますね。今度見ないで、じゃあ行きます。いいですね。お互い学習で、お互い学習で。いやでも俺1元あるんで、たぶん。いやいや、何で1元じゃない。週末に行こう。週末行きましょう。本当にカルピスソーダしか飲まない。いや、カルピスソーダで酔えるね、全然。全然いける。いいの、全然。ビールとか無理だな、飲めない。
でもなんかジョッキで飲むのとカンカンで飲むの全然違うみたいな。ああ、そうなんだね。そういうのもあるんだね。ビールは通風なるんだ。プリン体でってことか。プリン体でで。怖いね。まあでも風に当たっていい。ピンがやってるわけじゃない。発想が赤ちゃんです。プリン好きなんです。プリン好きなんだっけ。プリンが一番好きだ、ね。確か俺も。プリンとヨーグルトが好き。あれプリンってさ、うん、パカッとお皿に乗っけるタイプ。俺は乗っける。乗っけるタイプ。穴があれば乗っける。穴があれば乗っける。あのあれがあれば。あのピチってピチがあれば。ええ、お前顔濃いな。は？いやもう濃いだろや。は？あいつも顔濃いな。ほんとだ、あいつも顔濃い。集まれ！ワッター進化！はい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 。もうね、あと少しで番組も終わりますけど。終わりますけども。そうですね。シャコガメさんは痛風ですと。そうなんですね。ぜひともならないようにね。シャコガメさん痛風は痛いですよ多分、本当に。まあ僕のね、今隣でお話をしてくださってる、はいはい、池原健人くんなんですけど、はいはいはい、実はまあ僕たちの中学校の同級生なんですよね。実はそうなんですよね。まあまあ、昔からのまさかこんな番組で共演できるなんて自分もびっくりですもん。夢のようですけどね。あっちで会いましたね、ケント君とは。最後にケント君と最後に会ったのは正月ですか。正月に。おお、正月に、あの初詣に。初詣で会いましたね。会いましたね。びっくりしました。びっくりしました。あれ大野山で大丈夫かなと思って。あっ、大野山で会いまして、うん、はいはい、ケントよりケントのお母さんとはたくさん喋りました。ああそうですね。ケントのお母さんおしゃべりなんですよ。びっくりする。ケントのお母さんから俺たまに電話が来るんだけど。お嘘でしょ。ほとんど何言ってるか分からない。やめてくれ。ほとんど何の話してるか分からない。まあまあまあ、とってもね、昔からの付き合いですけど ね、 ね、はい、まあまあなんかね、こういう感じで沖大祭、うん、まあ、いろんな大学のね、はい、こういう学園祭とかいろいろ話できたらいいなと思ってますのでね、うん、まあ言ったらまあ僕も沖国祭ありますしね。そうだ、あそうですね、龍大も龍大祭があるから、ね、終わった、まあ、終わったんだよね。終わっちゃった。そうだよね。沖国とかミスミスターどうなの、うん、沖国のミスミスターはなんか今携帯のサイトみたいな、なんか QR コードがツイッターで出回ってて、それでなんか投票できるみたいですよ。なんか紙の投票じゃないんですよ今。なんかあ、そうなんですか。だからスマホで投票するの。へぇー、 O1 グランプリディッシュです。おー、すげえすげえすげえ。 O1 グランプリと同じ手口。すごい、手口言うな。いや、みんな可愛いし、みんなかっこいいですしね。うん、本当にちょっとなんかね、だからそれこそ各大学キャンパスのミスミスターもこれすごい醍醐味ですよね。あー、やっぱ沖大もノミネートはもう決まってる。決まってます、決まってます。で、沖大は、うん、あの生徒だけじゃなくて、はいはい、教職員からも。おー、はい、そうですよね。そうそう、なるほどね。そうそうそう、これは確かに気になるし、る独特ですね。沖縄大学の職員と教員って結構美男美女が揃って、うん、へー、はい、気になるね。入る結構なんもないけど行ったりするから。うわ、話しに。ああ、もうなんかもう汚いですね。汚いですか。完全にもう下心のやつ。ちょっと留学したいんですけど。男ならではのやつ。ええ、まあ僕もそうですけどね。お前もかい。そうですよ。一緒ですね。やってられないです。いやでもね、それも本当に醍醐味ですのでね。なんかそのなんか、それも楽しみに行く一つのね、あれだと思うので。ぜひとも足を運んでほしいんですけど。ここでね、だから一つね、問題というかね、一つ物申したいことがあるんですよね、あのお聞き大祭に対して。はいはいはい、はい、もう本当に最後の最後にね、申し訳ないんだけどさ、はい、もうこの11月5日6日、うん、お聞き大祭がある日ね、お聞き大祭のある日、うん、ある日、モンゴル800のフェス、あー、ワッターワンダフルワールド2016があるんですよ。ありますね、はいはい、ありますね。僕ちょっとこれがあっていけないんですね。あら、優先しちゃったパターンですか。ホストクラブは、ホストクラブはちょっと11月5日ちょっとスカパラ見に行かないといけないんですけど。モンパチ自分結構最近聞くようになりました。おう、久しぶりに皆さんと会って、僕となんか、うん、結構聞いてるん聞いて、いやいや、モンパチ、あれモンパチ、モンパチ熱いよ。ええやないか、ええやないか。いやだからもうモンパチだ、お前もモンパチ行こう。おいおいおい、待て待て待て、おいおい待て待て待て、行っちゃうか。いやだ、それと沖大祭ね、56あるし、うん、
同じく56はね、早原祭り、ふるさと博覧会もあるし、そうですね、セルラースタジアム那覇では親父ラブロックフェスティバル2016もありますからイベント目白押しなんですよ。そうですね、どこ行っても祭りみたいになってますね。本当そうですよ沖大祭、ワッタワンダフルワールド、豊崎はワッタワンダフルワールド、那覇は親父ラブロックフェスティバルと沖大祭と、あとあの早原は早原祭り、はいはい、ふるさと博覧会、皆さんどれか一つにね、ぜひとも足を運んで。いやもう一つだけじゃなくてもいいですけどね。まあまあでもさ、俺ここは沖大祭って言わんのか。いやでも俺思うのが、だから沖大祭もある種フェスでしょ。ああ、ね、まあ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 、ある種フェスだから、こうなんかチラッと足運んで次は行こうみたいな感じで、まあ5日も6日も両方ね楽しめると思いますので ね、 そうですね、ぜひとも沖大祭、はい、いや僕もねちょっと2日目はチラッと行こうかなと。あお、ホストクラブ。はい。ぜひ。ぜひとも。よしよしよし。楽しみにしてますので。うん、で、そうそうそう、綾野さん、早原には HY が来るみたいです。あ、そうなんだ。バンスさん、What the Wonderful World って外から、会場外からでも聞こえるの？フェスは意外と聞こえると思いますよ。野外ですよね。野外だから。これもね、だから、相当俺、だから、これもフェスの醍醐味だと思う。あーね、これはあれだと思うね、豊崎だし近くですからね、長浜中近いですから、はいはいはい、沖大もね、沖大の場所を教えてください。国場555です。ああ、はい、皆さん分かりました。沖縄県那覇市、うん、国場555です。555番地。分かりやすい、分かりやすい。ヤンバル食堂って検索してたらもう見えますから、ヤンバル食堂目の前にあるね。ドンテドンテ朝日ねえ、もう完璧ですよ。あの道沿いはもう俺も完璧だと思ってパーフェクトですよ。もうヤンバル食堂ってたらすぐ見えるから、はいはい、そうだよね、沖だよね、いやーもう本当に楽しみですね、はい、目白押し。まあこんな感じで、この学園祭が近ければね、まあ、僕たち沖国祭は11月の、26?27 でした、7だったっけ、最後の週のね、はい、はいはいはい、26、27ですね、はい、沖国祭もありますので、ちょっとなんか実行委員とか、うん、そこら辺も呼んで、また沖国祭について話を、そうですね、それも聞きたいですね。いやもうぜひともやりたいと思いますね、はい、でお願いします。まあちょっと沖大祭とは別ですけど、うん、11月13日には霧学祭も、はいはいはい、あるんですけど、霧学祭、霧学祭はうちらネタやるんですよ。ネタやります。あ、そうなんですか。出させていただく、時間がまだちょっとわからないので、はいはい、うん、ぜひ見に行きたい。この霧学祭もね、だからね、このいろんな大学の学園祭をこう知るではないけど、そう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 、楽しむ、やっぱ同じ同世代で盛り上がってるのを感じるのもね、すごいいいことだと思いますので、制覇してみたいよね。これは俺本当にありだと思う。沖縄の学園祭を制覇。まあでもみなと What a Wonderful World を優先しちゃったけどね。ちょっとな、ちょっと沖縄祭は来年になる。6日あ、6日ね、6日6日6日ちょっと行こうかなって思って、うん、いやもうちょっと What a Wonderful World モンパチだけじゃないでしょあれってすごいね。そうなんだよね。沖大は D51 さん、 D51、アンリーさん、アンリーさん、先島ミーティング、はい、イードゥスさん、What a Wonderful World、すごいですね。騎士団、もういいよ、騎士団言うな最初から。頭で騎士団か。サンボマスター、いいよもういいから。いやでも沖大祭はやっぱ学生にしかできない強みがあるのでね、そうです、はい、沖大にしかできない沖大祭だけの強みもあるわけです、はい、そうですよ、はい、全然負けてないと思います。沖縄モンチさんもね、大学の学園祭楽しそうだな、青春だねって言ってますから、ね、ぜひチャットモンチ、もういいよや。ドラゴンアッシュ、いい加減にしろ。リップスライム、沖大焼酎、リップスライム、夏木マリ、東京スカパラダイスオーケストラ、はいはいはい、わかりました。いやもうやめてください。おい楽しそうだな。そうだね、副実行委員長何を言ってるんだ。柿の花さんお久しぶり。11月5日6日チケット7800円、2日投資券が1万5000円となっております。会場が11時、開演が13時。これ、What a Wonderful World の説明ですか。沖大祭無料です。入店結構入場無料、好転中止ということで、ね、もういいから。で、親父ラブロックフェスティバルの沖大祭、待って沖大祭、沖大祭セルラースタジアム、2デース会場12時、開演が13時。落ち着け、こちら、チケット2000円になってますね。暴れてるな今日。皆さん、ぜひともね、よろしく。What a Wonderful World と親父のあれだったっけ。こうなってる。そうそう、2つ違うあれ。あ、もう5日も6日のこのイベントが目白押しなんでね。あとハイバルのフェイバルもね、ありますから。 HY もあるから、 HY も出ますね。そう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 、うちらの先輩ハンサムが MC やりますから。おハイバル祭りは面白そうです ね、 ね、もういやもう本当にね、全部
行ってください。五六大変ですね。あんまり混むは混む。最悪親知らブロックフェスティバルは行かないでいいので。やめてください。怒られますよ。沖大祭はね、もうぜひともあの学生はそうですね、うん、はい、大学生とか、まあ専門学生も、学生はね高校生でもいいんです。学生はもうぜひとも、はい、参加してほしいですね。もうミスミスターとかっこいい可愛いもいますから楽しみですよ、うん、もう。あ、であとステージイベントもあるので、お、あの、はい、一般の方も参加できるような、もしかして、はい、ステージイベントも企画しておりますのでね。なるほど、はい、ぜひ、まあまあ、はい、やっぱり学生だけじゃなくてこう地域の人とか、はいはい、一般の方も一緒に楽しめる内容と、はい、そうですね、なっておりますので、はい、皆さんぜひともよろしくお願いいたします。お願いします、はい、します。もうそろそろ時間が、あ、早い、来てしまいました。本当に早い、もう来ました。ね、もう本当にもう今日はありがとうございましたね。ありがとうございました。ありがとうございます。ぜひともね、また来年も来ていただきたいと同時に、うん、来年はもうぜひともうちらもネタをね、あ、もうぜひお願いしますよ。ネタしていただきたい。ぜひとも呼んでいただきたいので、全然もうノーギャラでも行きますよ。飲み物さえあれば。飲み物があれば全然。自分はもらってもいいですか。おいおいおい。僕はギャラもらうんだ。いただきます。すみません、じゃあ勝利だけはギャラが、はい。ギャラ。そうでしょ。そこじゃ、じゃあちょっとお願い。ヤンバル食堂で。あ、いいね。ヤンバル食堂で。いいね。ありがとうございます。はい。ぜひともね、あのいろんな僕たちとしてもいろんな学園祭でネタとかね、まあ。ある意味学園祭を制覇したいね。そう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 。いい、面白そうですね。全部出たりとかしたいね。いや、ぜひともお声掛けください。お願いします。はい、よろしくお願いします。はい。はい、ツイッター社交カメさん。はい。港ハンサムの金城さんのカンパチをマジックで黒く塗ったら100円やる。酔ってますね。これ完全にやられてますね。はいはいはい、ね、あの今日見ていただいたね、あのリスナーさん。あ、そうですね、そういえば。ぜひとも足運んでくださいね。お願いします。学園祭、ね、学園祭もう絶対あのここでしか味わえない内容になってると思いますので、ぜひともね遊びに行ってください。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。今日はゲストで沖縄大学から池原健人くん、照屋和樹くん、柿の花優也くんに来てもらいました。ありがとうございました。ありがとうございます。5日6日よろしくお願いします。はい。はい、というわけで以上、はい、クーター進化の集まれワッター進化でした。ありがとうございました。ありがとうございました。また来週。ありがとうございます。いやもう、なんか、めっちゃ緊張してたけど。そうね。リュウジさん、ありがとうございます。ペーターさんもありがとうございます。ありがとうございます。中田猫さん、お疲れ様です。ありがとうございます。愛知県のユミさん、お疲れ様です。ありがとうございます。ありがとうございます。モンチッチさんも、ありがとうございますね。バンさん。バンさんも、さんありがとうね。ありがとうございます。大湾出ますよ。シャコガメさん、ありがとうございます。はい。やっぱいっぱいこんな来てくれると、ありがたいです。こっちもどんどんテンション上がっていきますからね。ペーターさんも、上野さんも、鹿児島県から見て。